おはよう。先生、今からスタートに今から行かなきゃいけないんですいません、行ってきます。おはよう。おはようございます。スモモ、スモモ、おはよう。おはようございます。おはようございます。足元気をつけてね。スモモ、おはよう。おはよう。スタート応援ね、応援しようね。頑張ろうね、暑いね。今日頑張ってください。あ、かぶりちゃんも帽子素敵。帽子素敵。あ、帽子も暑いからね。え、初めて見たいよ。頑張ってください。頑張って、はいよ。応援しに来ました。めっちゃ喜んでる。めっちゃ喜んでる。友達いるよ。おはよう。あ、めっちゃいい。みんな撮りますよ。じゃあ、スマホスタート時点で。もうスタートだ、スタート。じゃあ、もうスタートするので、今からスタートの応援。あ、ごめんなさい。はい、ありがとう。もう始まるよ。足短いね。ダボダボだ。あ、クマモドだって。よろしくお願いいたします。お願いします。もういいですか。さあ、皆さん、3キロのスタート、まもなくスタートでございますけれども、この第4回水俣ローズマラソンに触れます。あの熊本で有名なくまモンが来てくれました。さあ、熊本隊のお姉さんにマイクをバトンキャッチしたいと思います。マラソン応援にやってきました。皆さん楽しんで頑張ってはいよー。いってらっしゃい。はい、ありがとうございます。くまモンに一緒に走ってもらおうというわけにはいきませんので、くまモンは皆さんをハイタッチで応援をしてくれるということになっております。さあ、くまモンがいる間にゴールに帰ってきてください。頑張って走ってきてくださいね。さあ、くまモンも一緒に応援しましょう。頑張ろう。はい。まもなくいたします。スタートいたします。皆さん、心の準備、体の準備をしておいてください。まもなくスタートです。はい。走ってきますよ、皆さん、ここ。走ってきますよ。レフ、こっちも向け。レフ、こっち向け。レフ、こっち向け。レフ、こっち向け。はい、よかったね。さあ、皆さんがスタートに向けて心と体の準備をしているときに、くまモンは皆さんの応援をする準備、ハイタッチの練習をしております。さあ、後方の方は見えないかもしれませんけれども、くまモンは応援の練習を今しております。さあ、スタート5分前です。まだ5分あるんだ。
さあ、まもなくスタートですけれども、スタートして、すぐ左側になりますけれども、すいません、コーンを準備してなかったのであれなんですけれども、もう少し一歩下がっていただいてよろしいでしょうか。3キロログ、結構なスピードでスタート切れていきます。非常に危険ですので皆さん気をつけとってください。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。怪我が出ないように、はい、選手そして応援いただく皆さんにも怪我がないようにしていただきたいので、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。スタート4分前です。4なのか、ね、3はできないね。気持ちいい、心の目で見る。お天気でよかったね、気持ちよかったね。途中も気持ちよかった、そうだね。野球もできたからね。頑張って、大丈夫、頑張ってね。ああ、藤崎台で、さよさんに去年も大丈夫。ちょうど差し入れにして、今も差し入れして。後ろ姿しか見えない。後ろも向いて、コマもこっち向いててよ。スタート3分前です。さあ、3キロログスタートに向けて、優しいね、体の準備ができた模様です。それでは3キロログのスターターを務めていただきます方を紹介させていただきます。 JLC 株式会社取締役出向役員岡山ひかし様にスターターを務めていただきたいと思います。それでは岡山さん、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。 JNC の岡山でございます。今日は天気も恵まれ、さらに熊本まで応援に来てます。皆さんも日頃の練習の成果を悔いのないように十分に発揮して、心より汗を流してください。頑張ってください。ありがとうございます。さあ、岡山さんにはスターターの準備に入っていただきたいと思います。さあ、カウントダウンに入っていくまで今しばらくお待ちください。ありがとうございます。大スター、ありがとうございます。危ないはい、3キロログスタート1分前です。1分前1? <笑>皆さん、悔いのないように一生懸命走ってきて帰ってきてください。パンってするんだ。3キロログスタート30秒前。10秒前、位置についてびっくりしよう。ビッグ、ワン、ツー、バイ。さあ、3キロでスタートしました。早っ。スタートを務めていただきました JLC 株式会社岡山ひかし様。
ありがとうございました。いってらっしゃい。さあ、熊本の皆さん、ご応援です。おさらいくださいね。はい、みんな熊本の応援で元気よく出発です。3時あっという間のゴールとなります。皆さん一生懸命走ってきてください。水俣の山、海、風を楽しんできてください。そして水俣の人、沿道で応援しております。しっかりと楽しんで帰ってきてください。さあ、ゲストランナーの坂口選手も後方から皆さんと一緒に走っていってくれます。坂口選手は前と後ろ名前と石鹸をつけております。熊本城マラソン、そして鹿児島城、鹿児島マラソンの優勝者も一緒に走っております。さあ、皆さん3キロの分スタートいたしました。頑張ります。金色のフェンシング、お揃いで走ってくれる模様です。さあ、頑張っていってください。ありがとうございます。頑張ってくまモンは今からゴール地点の方に向かって移動します。その間、皆さんと触れ合いながら移動していきます。9分で早いよ。くまモン、握手だけ。握手、握手、頑張ったらいいよ。3キロの分、先頭が、スタート地点後方を通過する模様です。皆様のご声援よろしくお願いいたします。3キロの先頭、まもなく後方を通過してまいります。皆様ご注意ください。ご注目ください。熊本の T シャツ着てもらうよ。熊本の T シャツ、ありがとうございます。ちょっとずつで移動します。友達足元危ないので気をつけてください。ゴール地点に移動します。あと6分ぐらいで3キロのスタートが、トップが帰ってきますので、熊本がお迎えします。3キロのゴールが9分台で帰ってきます。あと5分台で帰ってきます。多分してる間にも帰ってこらず、クマモンが3キロの先頭のゴールを迎えしますので、あと4分半ぐらいで帰ってきます。予定では、予定では。早いね。こんなに早く帰ってくるんだ。こんなに早く帰ってくるんだ。はい、はい、せーの、ほれやる。ほれやる。ありがとう。これまた応援してくれね。バイバイ。テレビに出るぞ。テレビ出るの。カメラ切れないね。
面白いね。まもなくあと4分ちょっとで早いね。一緒行こう一緒行こう。熊門お出迎えをお願いします。ゴールをお願いします。こっち、はい、大丈夫です。もうロープあるね。ロープあるね。こっちいいですか。じゃあ熊門だけ失礼します。ありがとうございます。上手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 。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。バイバイ。まわりちゃん、まわちゃん、まちゃん、ちょっと戻って。カメラのなんかこう、私もあれがなくなった。メモリーカードがなくなってしまった。メモリーカード、うん、急に切れてしまった。大きいカメラの方が。くまもん、くまもん、あ、いいね、かっこいいよ。バッチリバッチリ。ごめん、ありがとう。遅い走るのが。遅い走るの。めっちゃ遅いもん。スタッフのお呼び出しです。急ご飯の方、テントへお戻りください。急ご飯の方、あら、大丈夫か。急ご飯、急ご飯の方、本部テントにお戻りください。よろしくお願いします。メモリーカード貸そうか。メモリー、あ、大丈夫、こっちの方は空いとるけん。あ、大丈夫大丈夫、ありがとう。16メガならあるけど、あっち行こうかね。待って、ここがフィニッシュか。かおりちゃん何やってんの。かおりちゃん練習。さあ、くまモンはゴール付近にスタンバイ OK です。さあ、選手の皆さんももうすぐ帰ってくれますね。3キロはあっという間のゴールでございます。あ、早っ、あの人。田上さんね。皆様の大きなご声援、めっちゃ早いね。お願いします。まもなく先頭はゴールです。ほら、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 めっちゃ早い。9分ちょっとね。9分、うん、プロだよ、プロ。あ、プロなんだ。クラブ先頭ゴールです。もう何、もう実業団クラス。いや、そのくらいと思うけど、でも上がってないやつ。あ、はい、どうですか。自衛隊の。あら、自衛隊、さすがですね。遅い遅い、自衛隊。
30歳で遅い。ああ、そうなんだ。30歳で。ああ。40歳で。なんかぶりもしてるやん。かわいい。60歳で1位。嘘。60歳で1位。早い。みんな全力。あ、子供も来た。早いね。あら、女の子だ。女の子で一番じゃない。あ、人すごい顔してるけど大丈夫。あ、抜かれる抜かれる抜かれる。中森くん頑張りよ。早い。一番ライバル。うわ、早いな。あー、早い。30歳だね。50歳だね。おー、結構早い。あら、早いじゃん。あー、抜かれる。すごいな。さあ、残り 70m のところでは 10km の部に出走いたします。吉松駿佐選手がハイタッチで応援してくれております。さあ、残りもう少しです。さあ、皆さん頑張って走ってください。さあ、皆さん、もう少しラストです。もう少しです。さあ、頑張って。さあ、ファイト。頑張れ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 。うわはじ頑張れ。はじ頑張れ。はじ頑張れ。さあ、サンクローズ続々とゴールに向かって選手が帰ってきております。水俣の晴天の海を見ながら、ここエコパークグランドに帰ってまいりました。さあ、残りはもう少し頑張って走ってください。すごいな、みんな。Thank you.
なんで広さが戻ったかなと思ったんですか。もう私も広さが戻ったかなと思ったんですけど、業務連絡です。表彰係になっているスタッフの皆さん、本部テントにお集まりください。表彰が始まります。表彰係になっているスタッフの皆さん、本部テントに入ってください。よろしくお願いします。頑張れ最後だけよ。さすがに熱い。